はい。皆さん、こんにちは。マンダリブルビジです。では、今回は、信長の湯は大使パークキット。こちらを新しくプレイしていきたいと思います。もう信長の野望は、第一作からずっとプレイしてきている大好きな、ゲームなんですけども、今回のコンセプトはですね、ズバリ、関ヶ原の戦い。これで、加藤清正が、豊臣家側につく豊臣を守る。まあ、そういうプレイをやってみたいなと思います。では早速シナリオ関ヶ原の戦いを選択します。武将はもちろんね、今お話しした清正になります。こちらですね。その身で知るがよい。では早速プレイの方に入っていきましょう。志が天下統一。そして足軽雇用と軍備拡張を持ってますね。必ずや果たしてみせる。まあ、清正自体はですね、まあ、イメージとしては、まあ、ちょっと盲信型の武将のようなイメージを持ってたんですけども、いろいろ文献を見たり調べたりすると、頭も使っててですね、かなり優秀な武将になってるのかなと思います。この後パラメーターなんかも見ていきましょう。では、シナリオに入っていきます。天下の亀裂ということで、天下人、秀吉が申したように深い亀裂が生じた。まあ、このあたりはおそらくですね、秀吉がまあ死んだ後に、三成と、そして家康との間の対立が描かれているのかなと思います。皆さんご存知の通り、当初家康はね、会津、上杉討伐に向かって北上していた、その最中にですね、三成が挙兵したという流れなので、このあたりは、まあ、その挙兵に至るまでの、まあ、動線が描かれているのかなと思います。家康の出陣です。これ一旦北上するという流れだと思います。まあ、家康につくのか、上杉家につくのか、あるいは不参戦かという三択なんですけども、まあ、そもそも、上杉側につくという選択肢選べなくなってますね。で、徳川につくのかというところなんですけども、ここはね、清正は、まあ、確かに三成憎しというのはあるんですが、まあ、家康も、豊臣の天下を簒奪しようという企てが、まあ、あるだろうと、見抜いているという仮定のもと不参戦を決め込みます。はい。では周辺から確認していきましょう。まずですね、清正は城を2つですね。熊本城と岡城の2つ。まあ、兵数は合わせても4000と、まあ、決して多くはないですね。そして、南には、小西行長。さらにその下にはね、薩摩と、島津がある流れですね。まあ、北側に目を向けると、ここには立花。そして小早川というところですね。中国地方には毛利。このあたりとうまく連携しながら、まあ、一刻も早くですね、機内へと急行。豊臣を守る。まあ、そういう戦いをしていくことになるかなと思います。では一通りお金と行動力を使っておきます。続いて、宣戦布告していきます。どこに宣戦布告しようかちょっと迷ったんですけども、まず北の立花家に対して宣戦布告するとですね、これ即刻、三成側、まあ、つまり豊臣側とですね、対立することになってしまうので、まあ、これは絶対に避けなければならない。で、南、島津に関しても同じですね。現状島津と渡り合えるような国力持ってませんので、これも絶対に避けなければならないというところで、今回は、この秋月家。まあ確かにですね、三成との盟約を持っているんですけども、まあそもそも三成憎しというのは変わらない。一方、家康に豊臣の
天下を簒奪されるのも嫌だよねっていう、まあそういう思いのプレイになるので、まあここは三成と名役を持っているとはいえですね、秋月家を攻めます。天天国でーす。その身で知るがよい。助立ちいたす。家康は会津征伐に対して反対したにもかかわらず味方してくれるみたいですね。手を貸してやろう。長政も味方してくれます。さて続いて親善を送っておきましょう。まず島津ですね。島津とは何が何でも戦争はしたくないので、必ず同盟が結べるところまで関係を強化しておきたいと思います。で続いて武将ですね。確認しておきたいと思います。統率の高い順で言うと中川秀成、まあ、彼はどうだろう、まあ、全体的に能力的には平均値を超えるような、まあ、使い勝手は良さそうですね。まあ、その他、まあ、戦闘向きの武将というのはあまりいなそうなので、まあ、後にも先にも清正次第というところかと思います。では、早速ですね、秋月家に対して戦線を布告しましたので、関ヶ原合戦に先立って、秋月家を攻略していきましょう。行軍です。このまま行くと、野戦になる可能性が高そうなので、まあ無理してでもちょっと武将の数、兵力を増やしていきましょうか。はい。ではご覧の兵数を送っていきます。総兵力3300というところですね。これで、秋月家を攻撃していきます。続いて、徳川と佐竹の戦いですね。ここもどうだろうな。一旦、静観しましょう。そして、三成と、そして、家康との壮大な戦いが始まりますね。まず三成側なんですが、総兵力15万。主力となるのは、島津、毛利、上杉。このあたりですね。一方、徳川ですが、伊達、真田、最上、細川、黒田と、19勢力、総兵力、14万7千。まあ、まさに拮抗してますね。まあ、ここも、不参戦を決め込みます。徳川には、つかない。続いてイベント、抗う者たちですね。三成挙兵という流れがイベントで描かれているのかなと思います。三成が発したと言われる家康弾劾の檄文、内府違いの上状ですね。これはですね、家康がまあ行った、秀吉がダメだよ、禁止するよって言っていた、まあ、ルールを次々と破ったよっていうね、それを知らしめる、過剰書きをですね、全国の大名に送ったというのがこの内府違いの上状ですね。まあ、一つ二つ例を挙げると、例えばですね、大名同士の婚姻ですね。これを家康は積極的に斡旋したりですね、あるいは自ら行ったり。もう一つ挙げるとすると、領地の再配分ですね。まあ、特に恩賞系。慶長文禄の役で、まあ、先行のあった大名、武将たちにですね、家康が恩賞を独断で決めたというのが、まあ、この内府違いの上状の中に、その他細々と書かれていたというふうに言われています。東道と通商が結べるということなので、これは行っておきます。まあ、周辺を固める必要があるので、
まあ、どういうふうに周辺を固めていくかというところですね。これより表情を始める。まあ、圧倒的に表情に関しては軍事、対米、このあたりを中心に行います。ここも五光を放っている人たちを選んでおきましょう。このあたりも高速行軍まで一気に進めつつ、梶村も建設します。できるだけ早くですね、軍事力を強化していきたいので、ま、ぶれることなく、ここは、軍事力強化に走りましょう。今一度周辺の様子確認しておきます。まず南ですね。小西がですね、まあ、本来であれば関ヶ原合戦に出陣していて、領内に兵力はほとんどないはずなんですけども、まあ、ご覧のようにですね、総兵力合わせて7000ぐらいがまだ、領内に留まっているというところですね。その中、秋月家を攻めていくので、城の数4つまでなんとかね、清正としては増やしておきたいかなというふうに思います。で、西側には毛利がいるんですけども、毛利と戦端を開くつもりはもちろんないので、毛利とも、仲良くね、しておきたいかなと思います。そんなところですかね。さあ、有馬なんですけども、島津とどうだろう、通商関係しかまだ持ってないっていうことであれば、秋月家を倒した後、早めに、今でいう長崎県ですかね、有馬家の方に攻め込んでいって、ここも占領したいですね。まあ、九州は南の島津こそ仲良くして抑え込んでおきたいなというのはあるんですけども、北に向かって進軍を進めていって国力を増やす、あるいは四国に乗り込んでいって畿内へのルートを確保する、まあ、そういう選択肢も考えておきたいかなと思います。まあ、新たに毛利と親善を行っておきます。まあ、毛利ともですね、どうしても先端を開きたくない、まあ、そういう武将大名家になってますね。島津と毛利とは特に前半に関しては仲良くしておきたいと思います。では、秋月家攻略戦、続きを行っていきます。では、工場戦でーす。まあ、特に何かを気にしなくてはいけないということはなさそうなので、16日間で強行するか、24日間で普通に攻撃するか、まあ、その差約1週間というところですね。まあ、ここは兵力を温存していきましょう。続いて犬伏の別れ。まあ、これはですね、真田家の話ですね。まあ、ご存知の方も多いかもしれませんけども、真田、正幸、幸村が、まあ、いわゆる西軍についたと。一方、信幸は、家康の腹心中の腹心、忠勝の娘をめとっていたということもあって、東軍、家康側につくということで、まあ、親子兄弟の間で東と西に分かれた。まあ、そのエピソードがこの犬伏の別れになっています。まあ、直近だと、まあ、もう直近でもないですかね。真田丸なんかはね、すごく面白かったですよね、大河ドラマ。まあ、その後で言うと、麒麟が来る。まあ、光秀も面白かったと思います。で、あとはですね、来年ですかね。再来年かな？松潤が家康やりますよね。それも今から楽しみですよね。個人的には、このチャンネルを長く見ていただいている方はご存知かもしれませんけど、僕はあまり家康好きではないんですけども、大河ドラマでね、家康が描かれるっていうのはすごく楽しみにしています。
さあ、続いてイベントが続きます。小山評定ですね。まあ、これはですね、上杉討伐のために北上していた家康のもとに、三成挙兵の大報告がもたらされて、で、会津にこのまま向かうのか、それとも、兵を返して、三成と決戦に及ぶのか、まあ、それが、家康と、そして従軍していた、まあ、各武将たちとの間で、まあ、行われた会議ですね。まあ、この中で、政範が、まあ、ちょうど今、エピソード出てますけども、まあ、大きな声、第一声を発して、三成討つべしということでですね、従軍していた多くの大名家が、この家康、そして政範に従ったと言われています。本当にイベントが続きますね。続いて三成側でーす。まあ、関ヶ原の戦いって、まあ、いわゆる徳川、バーサス、三成。まあ、そういう合戦構想のようには見えますけども、まあ、実際にはですね、豊臣家の内紛、豊臣家家中の話、という、まあ、色合いが濃かったのかな、というところもあって、当然ですね、家康も豊臣家の、まあ、臣下であり、三成も豊臣家の臣下である。まあ、つまり豊臣の家臣同士の戦いなんですよね。はい。秋月家の城一つ落としています。我らの勝ちを、勝ちの気を上げよ。さあ、この後なんですけども、兵力3000を残しているので、このまま、どうだろう。この高鍋城まで攻略して秋月家を滅ぼすというのが選択肢として一番良さそうですね。清正は、このまま、連戦へと突入していきましょう。で、あがた城には武将を入れたいですね。というところですが、ちょっと時間が長くなりましたので、じゃあ一旦今回はここまでにしてですね、次回は、秋月家を滅ぼした後、どういう軍略を出るか、そういうのをね、念頭に入れてプレイをしていきたいと思います。まあ、島津とは一刻も早く仲良くしたいですね。